チャールズ・ワトソン・ウェントワース、第2代ロッキンガム公爵、チャールズ・ワトソン・ウェントワース、1730年5月13日から1782年7月1日は、イギリスの政治家、貴族、ホイック等入荷する公爵派として、頭角を表し、1765年に首相となり、 自由主義改革やアメリカ植民知人のための改革を行ったが、1766年には、国王ジョージ三世との不仲や、大ピット派の取り見失敗など、政権の不安定化により、国王に更迭された。ゲア後には、ロッキンガム派と呼ばれる明確な野党派閥を形成して、国王や親国王内閣の批判を行うようになり、これによって、政治思想で与野党に分かれて、 論争を行うという現代的な意味での政党政治がイギリスに根付くようになった。アメリカ独立戦争をめぐってもアメリカ独立を擁護し、カくなに認めようとしない国王やノース教内閣を批判した。アメリカ独立戦争の敗戦が決定的となった1782年3月にノース教内閣の当閣に成功し、代わって第26金ガ無公爵内閣を組閣した。 行政改革やアメリカとの交渉を行ったが、同年7月に死去した。1730年5月13日、初代ロッキンガム公爵とその5歳メアリー、第二代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチの娘の長男として生まれた。ウェストミンスター校からケンブリッジ大学へ進学した。15歳の頃の1745年には父に無断でカンバーランド校。 ウィリアム・オーガスタスの軍に従軍している。1748年から1750年にかけてはヨーロッパ旅行をした。1750年9月17日にはアイルランド、貴族シャクイモルトン伯爵に助せられる。ついで同年12月14日の父の死により、ロッキンガム公くらいとヨークシャー、ノーサンプトンシャー、アイルランドにある。 ロッキンガム公爵下の所領を相続した。1751年から貴族院議員となる。次第に貴族院保育党の中で頭角を表してきた。1760年に即位したばかりのジョージ三世のと、なったは七年戦争の早期講和を目指すジョージ三世は、1762年に首相初代入閣する公爵、トマス・ペラムイコールホールズを辞任に追いやり、 第三代ビュート伯爵ジョン・スチュアートを首相にしてパリ条約締結へ向けて動いた。これに反発したロッキンガム公爵は1762年に職を辞した。以降ホイッグ党入閣する公爵派の派閥に属した。ビュート伯爵は憲法術数で入閣する公爵派が野党として団結することを阻止しようと図ったが、それに反発する入滑する公爵派の議員たちは 1762年12月23日に入滑する公爵の老いのオンズローの家で定期的な会合を行うことを決めた。しかし入滑する公爵自身は反対したため議長にはロッキンガム公爵が据えられた。歴史家の多くはこの時がロッキンガム公爵派保育党の誕生と評価している。1765年に摂政法制定をめぐって 首相ジョージ・グレンビルと国王・ジョージ三世が対立し、グレンビル公鉄を決意したジョージ三世はオジ・カンバーランド公に、グレンビルを排除した内閣を疎閣切るよう与野党に手回ししてほしいと頼み、その意を受けたカンバーランド公は、ロッキンガム公爵と大ピットに協力を要請したが、大ピットは協力を拒否したので、結局1765年7月に、 ロッキンガム公爵が組閣の対面を受けることになった。内閣発足当初は組閣の第一の功労者であるカンバーランド公の影響力が強かったが、1765年10月にカンバーランド公が公居したため、以降はロッキンガム公爵の主導権が確立された。またロッキンガム公爵の派閥の長である入スする公爵は、すでに70過ぎだったため、政府要職への就任を避け、 王子証書として入閣していた。そのためこの頃から派閥の実権も入閣する公爵からロッキンガム公爵へと移っていった。彼の内閣は一年しか持たなかったが、その短い間にも自由主義的な一角改革や植民知人の主張に一定の理解を示した政策、改革を行った。グレンビル前政権期に国王ジョージ3世とグレンビル首相が ジョージ3世の直後を批判したウィルクスを一般逮捕状、人物を特定しない逮捕令状で逮捕して言論弾圧を行った問題では一般逮捕状の違法性を議会で決議させることで国王やグレンビル全政権の強権政治を否定するという自由主義的立場を示した。この頃、植民地アメリカでは飲酒法反対運動とイギリス製品ボイコット運動が盛り上がっており 7年戦争後の不況に苦しんでいたイギリス商人たちの間でもボイコットを恐れて飲酒法に反対する者が増えていた。1766年に1月にはロンドン・ブリストルなどアメリカとの貿易を重視する都市20以上から飲酒法廃止を要求する請願書が庶民院に提出され政府も立場をはっきりする必要に迫られた。ロッキンガム派は 商人とのつながりが強い派閥だったのでロッキンガム、公爵も、因子法廃止に前向きだったものの、議会や宮廷には、大植民地強硬派も多かったため、両方の意見を設置する形で1766年3月に、因子法廃止法案と宣言法、議会の植民地に対する、統治権を宣言した法案をセットで議会に提出して可決せた。しかしこの措置は、 国王ジョージ三世からも、植民知人からも支持されず、また議会内でも、グレンビル全政権の政策に反対することでは、一致していたはずのダイピット派からも支持を得られなかったた、より安定した内閣を求めるジョージ三世の意向で1766年7月末に、更迭され、代わって、ダイピットが組閣の対面を受けた。これ以降、ロッキンガム派はこれまでの反与党的野党の、 立場ではなく、明確に野党の立場に立つようになった。また野党系、独立派議員も多数ロッキンガム派に合流し始めた。これによって、ホイック党ロッキンガム派は強力な団結力を持つ、巨大野党と化していった。ウォルポール以来の、ホイックの優越時代は、新しい局面に入り、優越的地位にあるホイック党内で与野党に分かれて、対立、論争が行われるようになった。 これが与野党対立の現代的な政党政治の幕開けであった。ロッキンガム公爵の側近である理論家エドマンドバークの主導のもとロッキンガム派は国王が国王の友と呼ばれる議員を用いて議会に不当な影響力を及ぼそうとしている。これを防ぐためには我々は政党として団結するしかないという独自の政治議論を立てて 政党としてての団結力を高めていった。一方、議会外のウィルクス支援運動は、近県政治の温床となっていた、腐敗選挙区、中世以来の都市選挙区で、人口減少により選挙区の体をなさなくなった選挙区。選挙区民の人数が少ないので買収しやすいの、削減など議会改革運動に発展していた。ロッキンガム公爵自身は大貴族なので、 議会改革には慎重だったものの、反政府という共通の立場から、ロッキンガム派は、ウィルクス運動とも連携を取るようになった。ロッキンガム派の野党活動とウィルクス運動の盛り上がりで1770年1月には、グラフトン公爵内閣の中からも野党に同調する、増反閣僚が出て内閣は分裂して、総辞職を余儀なくされ、代わって、ノース卿。 フレデリック・ノースが新たな首相となった。ロッキンガム派は、ノース教内閣に対しても徹底抗戦の立場を取ったが、1770年から1771年にかけて野党は弱体化した。同じく野党になっていた大ピット派と意見が噛み合わず、連携が取れなかった目であった。大ピット派は国王を批判せず、州選出議員の増加を目指したのに対し、ロッキンガム派は、 国王の影響力に政治腐敗の原因を求めた。議会外のウィルクス運動も同時期に内部分裂を起こして下火になり始めた。1771年春には庶民民議場で大ピット派の議員とロッキンガム派の議員の乱闘事件が起こり、両派の確執は決定的となり、野党大団結の目はなくなった。これが結果的に ノース教内閣の長期安定政権充立につながった。しかし、ロッキンガム公爵派が野党活動を緩めることはなく、ノース教内閣を王党派という意味で、トーリー党と呼んで批判し、同政権への協力を一切拒否した。特に1773年に、ノース教内閣がアイルランド不在地主に課税しようとした際には、アイルランド、大地主ロッキンガム公爵は激怒し、 強力に反対して、その計画を阻止した。1774年の解散総選挙において、バークは、彼の選挙区での演説で、庶民委員議員と地元選挙区の密接さを強調する。一方、庶民委員は、様々な敵対的利害から派遣されてきた大使の会議ではないと述べる子で、庶民委員議員は、自分の選挙区だけにとらわれず、全国民のために行動すべきと訴えた。 以降これは、ロッキンガム派が政党として固まる上で重要な行動原理となる。1775年にアメリカ独立戦争が始まった。ロッキンガム派は、アメリカ植民地人のジョージ3世への抵抗運動を、自分たちのジョージ3世への抵抗運動と重ね合わせたため、アメリカ植民地人の抵抗運動に共感を寄せていた。 しかし1776年に独立宣言が発せられ、アメリカの勝利が大英帝国の崩壊を意味することが明確となったため、不安になったロッキンガム派は立場を曖昧にし、1777年、初めの頃には議会を欠席する戦術を取るようになった。しかし戦況がアメリカ優位に進む中、1778年2月2日に、 ロッキンガム派の議員チャールズ・ジェームズ・フォックスがこれ以上、アメリカに増援部隊を送らないことを求める動議を、庶民院に提出した。この動議は否決されながらも165票もの賛成票が入り、これをきっかけにロッキンガム派は、明確に、アメリカ独立を承認する方針に舵を切った。一方大ピット派の派閥を継承していた、シェルバーン伯爵は、アメリカ独立に反対であり、 野党は分裂した。また政府が戦費に苦しむ中、ロッキンガム派は行政の無断の削減と国王の経済的影響力を低下させる行政のスリム化を訴えるようになった。1778年4月には戦時財政に規制しているとされた政府契約業者の排除法案を提出して政府に揺さぶりをかけた。年には アメリカ独立戦争におけるイギリスの敗戦が決定的となり、1782年2月22日に戦争終結を求める道義が庶民委員で可決された。続いて3月8日と15日にノース教内閣不信任案が提出された。不信任案は否決されたもののわずか10票差であったため、ノース教は議会における自らの求心力低下を悟り、総辞職した。 アメリカ独立承認をカくなに拒んできた国王、ジョージ3世も、いよいよ、ロッキンガム公爵に組閣交渉を行わねばならなく、なった。ロッキンガム公爵は、アメリカ独立や、経済改革を国王が支持することを県として提示し、対して国王は、シェルバーン伯爵を閣僚として入閣させることを条件として提示した。両者が妥協に達した結果、ロッキンガム公爵を、首相、 シェルバーン伯爵を内務大臣、ホックスを外務大臣とするが成立した。ロッキンガム派の政党重視がある、程度実現されたものの、いまだ国王の一定の影響力を受ける、顔ぶれの内閣であった。陸軍支払長官として入閣したバークの主導で、行政機構改革法が成立し、アメリカ植民地関連の百以上の官職がもはや、無用のものとして廃止された。 一方議会外のヨークシャー運動で盛り上がっていた議会改革案に対しては、ロッキンガム派の中でも意見が分かれた。フォックスが議会改革に前向きだったのに対して、ロッキンガム公爵やバークは慎重だった。また、アメリカとの交渉をめぐっては、アメリカの完全独立に反対するシェルバーン伯爵と、アメリカ完全独立を求めるフォックスの閣内対立が深まった。国王も、 内閣への影響力を失うまいと意図的に、シェルバーン伯爵を支援して、閣内対立を煽っていた。そんな中の1782年6月末に、ロッキンガム公爵は病気で重体となり、7月1日には死去した。彼の死後、シェルバーン伯爵に、疎格の対面があり、それに反発した、ホックスらロッキンガム派はゲアし、以降ロッキンガム派はホックスが指導するようになり、 コックス派と呼ばれるようになった。これは、ロッキンガム派が、もはや指導者個人の人脈の集まりではなく、政治思想に基づいた集団、つまり、政党になっていたことを意味している。ロッキンガム公爵は、ヨーク大聖堂に埋葬された。子供はなく、彼の死と共にロッキンガム公爵院は廃絶した。王子主であり、都会より伝営を愛した。 そのためロンドンでの政治活動にも没頭しきれず、そこから、鈍重、怠惰といった印象を持たれがちだったという。そんな彼が、革新派の首相になった理由について、第四代オーフォード伯爵ホレス・ウォールポールは、次の点を指摘する。まず、ロッキンガム公爵は、王子主として、極めて裕福であり、資金援助してもらうために、多くの議員が彼に追従していたこと。 社会的地位と威厳があったのでオールドホイックからも評判が良かったこと、地元のヨークシャーに独自の王国を作り、そこの選挙区ではホイック、トーリー、独立党派など幅広い層が彼の影響下に置かれていたことなどである。競馬を愛し、特に若い頃には熱中していたという、イギリスの三大クラシック競争の一つで世界最初のクラシック競争であるセントレジャーステークスは、 当初は、ロッキンガム公爵の名を取って、ロッキンガムステークスという名前にしようという案があった。この競争は1770年代のドンカスター、競馬場付近の有力者だった、ロッキンガム公爵が創立したもので、まだ競争に固有名詞が命名されていなかった1776年秋の、第一回競争、登録量25ギリのスイープステークスでは、ロッキンガム公爵の所有馬が優勝している。 1778年初頭、第3回目の開催に先立って、バッシュたちの晩餐会が催され、その席上でこの競争を、ロッキンガム・ステークスと命名しようという提案が、なされた。しかし、ロッキンガム公爵は辞退し、この競争の原案を、ロッキンガム公爵に示唆した人物で、友人の、元庶民議員の名を取ることを推薦した。その結果、この競争は、 セントレジャーステークスと呼ばれるようになった。間もなく、この競争を手本として、オークスとダービーが創設されており、もしも、ロッキンガム公爵が、セントレジャーステークスを創設しなければ、ダービーも存在しなかっただろうと評されている。なお、ロッキンガム公爵は、ドンカスターカップの前身とされることもある、ドンカスター競馬会賞、コーポレーションプレートの創設メンバーにも名を連ねている。 1750年9月17日に以下の借位を新規に除せられた。1750年12月14日に死去した父から以下の借位を継承した。1752年にトマス・リデルの娘であるメアリーと結婚したが子供はなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。